皆さんこんばんは、任天堂の岩田です。本日は友達コレクション新生活ダイレクトとして皆さんに直接お届けしたいと思います。さて、友達コレクションは自分のお気に入りのミーを登録して、そのミーたちが織りなすちょっと変わったもう一つの人生を覗くように楽しむゲームですが、新生活がどのようなものなのか早速覗いてみましょう。ご覧ください。これは海に浮かぶ2つの島で暮らす友達たちの物語。主人公は501号室に暮らし始めたたけし、26歳。たけしです。人に気も使いすぎる男だそうです。もともとシャイな性格で人付き合いも苦手でしたが、個性豊かなマンションの住人たちとの交流を通して少しずつ友達が増えていきました。そしてアキラという親友にも巡り会えました。思ってます。ちょっと体鍛えようって思ってんだよね。筋肉欲しいよね。マッチョマッチョ。ねえねえ、女の子たちが集まるとどんな話するんだろう。気になるね。ねえねえ、この島で誰が一番かっこいいと思う。人なんているかな。私は山田だと思うな。こう見えて昔は結構やんちゃしてました。嘘でしょ。床が笑うと僕まで楽しくなります。たけしの心に淡い恋心が芽生え始めたのでした。たけしに芽生えた恋心、どうなるのでしょうか。続いては今作の新しい施設をご紹介します。ご覧ください。この島の新しい景色をじっくり楽しむぶらり島巡り。今回は島巡りが大好きだという須藤ぶらりさんがお散歩。おや、噴水前で朝市を発見。これはチーズのようですが、ぶらりさん目もくれず散歩します。皆さん楽しそうですね。ナイスキャッチ。こちらは遊園地。ぶらりさんはしゃいでいます。マジックショーに挑戦しちゃってます。園内にはたくさんの桜が、まるで桜色の絨毯のよう。ちょっと喫茶店で一休み。休みすぎには注意ですよ。その後は島の方のご厚意で特別にライブに参加させてもらえることに。ライブの後は浜辺でゆっくり。優しい海風がぶらりさんのほてった体を癒します。噴水前に戻ると
チャリティーイベントが。行列だったので並んでみます。おやおや、遊びすぎてちょっと疲れてしまったんでしょうか。それじゃあ一風呂浴びてきます。島の方にお風呂を借りて一休み。今日はいろんな景色を発見できてよかったですね、ぶらりさん。島の中にいろんな場所が増えて、住人同士のコミュニケーションも今まで以上に広がりそうですね。続けてご覧ください。焼肉、フロアさん、たくさんの友達と笑い合ったり、時には喧嘩をしたりしながら過ごす島での生活は、たけしにとって充実した日々のように見えましたが、部屋で一人っきりになるとたけしの心は締め付けられるのでした。実はユカのことが好きです。告白したいのですが。自分の感情に戸惑いながらも、ついにたけしは告白に踏み切るのでした。あなたがこの島に来た時から僕の心は決まっていました。付き合ってください。その時、ちょっと待った。親友のアキラが立ちはだかったのです。本当にあなたも好きなのは私です。いや、僕の方があなたのことも好きに決まってます。ゆか、どっちも選ぶんですか。こちらこそよろしくお願いします。夢にまで見たユカとの幸せな日々。しかし二人の心はいつの間にかすれ違い。このスイカ、安いか？え？ごめん、考え事してた。意外にもたやすくほころびを見せるのでした。告白では割り込んでくることもあるんですね。こちらの世界も恋愛は複雑ですね。ちょっと違う要素もご紹介します。ご覧ください。今日は日本各地のご当地グルメをご紹介。まずは特産品の定番、広島県もみじまんじゅう。もみじの葉をかたどった生地があんをふんわり優しく包み込みます。甘すぎないこしあんがいい感じです。今や全国レベルの知名度を持つ青森県の郷土料理せんべい汁。いただきます。パリッと入れたせんべいはお好みの硬さで召し上がれ。せんべいに美味しさが染み込んでますね。熊本県からは一文字ぐるぐる。シャキシャキっと小気味良い食感のわけぎは、噛めば噛むほどに甘みが広がります。酢味噌がぴったり合いますね。
お次は言わずと知れた高級食材伊勢エビ。いただきます。立派な殻に隠された引き締まった身がプリプリっと舌の上で弾けます。新鮮なエビの味わいです。南は沖縄県からチンスコウ。いただきます。香ばしい香りとほんのりとした甘さの絶妙なハーモニー。サクサクした食感が面白いです。その他海の幸に山の幸、そばにうどんに定番銘菓。今日は日本各地のご当地グルメをご紹介させていただきました。なんかメニューが増えているようですが、どれも美味しそうですね。ちなみに私は一文字ぐるぐるが気になりました。続いてこちらをご覧ください。友達コレクションスプリング2013。今回はこの島を熱くするファッションアイテムたちをご紹介。まずはこちらから。優しい春の新緑をイメージさせるパステルグリーンのトレンチにビビッドなピンクの差し色で、コンサバな冬から抜け出して。さらりとラフに着崩した学生服にはリーゼントをアクセントに、額にかかった前髪がアシンメトリー感を演出し、いつもよりちょっぴりマニッシュな春に。重要な合戦の日に欠かせない鎧、ふんだんに使われたゴールドの装飾が戦場でのトラッド感をアップ。ステージ上のマストアイテム、アイドル衣装。ガーリーなチェックがまぶしいスカートを翻せば、観客の視線はもうあなたに釘付け。ポップなパイナップル柄のアロハシャツに眼帯のアイテム使いで訳ありリゾート気分。誰よりも早く夏をミステリアスに駆け抜けて。最後にご紹介するのはエビフライの被り物。シャンパンゴールドのざっくりとした衣はこの春新定番の予感。オールシーズンのわがままに応えるコレクションは4月18日インストア。いかがでしょうか。少し春を先取りしすぎたかもしれませんね。どうも最近被り物がエスカレートしてますかね。では本題に戻ります。こちらをご覧ください。私珍しく怒ってます。たけしにくまちゃんは10年早いよ。ゆかこそくまちゃんは100年早いよ。揺れ動くゆかの心。たけしのことは好きですが、夢中になってるわけじゃありません。イライラをぶつけるたけし。次、バス、すべて飲み込め。二人の歯車はギシギシと音を立て狂い始めるのでした。ゆかが僕のこと本当はどう思ってるか気になります。もうたけしと別れたいんです。やったな、こっち寝ちゃうぞ。なんでもしりとり。おお、好きです、好きです、大好きです。一度は別れを決意したゆかでしたが、楽しかった日々が走馬灯のようによみがえるのでした。もう一度やり直しましょう。こちらこそお願いします。辛くもゆかをつなぎ止めたたけしは、以前にも増してゆかのことを理解しようと努めるのでした。私コスプレが好きです。僕もコスプレ好きになりました。
そしてたけしは、ゆかにプロポーズしたいのですが、どう思いますか？人生における一大決心をするのでした。この辺に座ろうか。うん。綺麗だね。そうね、君の方が綺麗だよ。ありがとう。実は大切な話があるんだ。何？僕と結婚してください。花火でプロポーズですか。ロマンチックですね。マンションの他のお部屋もご紹介します。ご覧ください。ちょっと覗き見、隣のお部屋。今回はこちらのマンションのお部屋を訪ねてみましょう。まずは101号室の明美さん。趣味がたっぷり詰まったお部屋。これはなんとポスターが貼りやすい壁ですね。極めて平坦に仕上げられています。203号室のケンジさんのテーマは漂流した海賊。ビーチボールの見事なレイアウトが遊び心を合わせ持った先進的な海賊を思わせますね。あの水平線の向こうにはどんな世界があるのでしょうね。続いて208号室鉄道好きの敏夫さんは車窓スタイル。なんとまあ、窓からの景色が動いています。流れる青々とした木々が目に優しいですね。趣味が仕事になればいいですね。3階にやってまいりました。301号室京子さんのお部屋は豪華絢爛。ああ、これは素晴らしいです。5000カラットは軽く超えてますね。貯金はしなくてもなんとかなるだろうと思ってます。305号室陽平さんのお部屋は自転車がたくさん。ご覧ください、グリップの効きそうな素晴らしいフローリングが彼を絶え間ないワークアウトへ導きます。307号室コウタさんは冒険好きなようです。生活感を一切排除したダイナミックなデザインが物語の始まりを予感させます。お風呂に入りたいです。他にも紹介したいお部屋はたくさんあるのですが、それはまた別の機会に。いろんな部屋がありましたが、服装も部屋に合わせることでより楽しめそうですね。最後にこちらをご覧ください。ニュース速報です。本作友達コレクション新生活ではすれ違い通信ができるようになりました。すれ違い通信では輸入品と旅人の2つのやり取りができます。まずは輸入品からご説明します。輸入品とは自分の島の服屋さんでは売っていない特別な品物のことで、友達コレクション新生活を遊んでいる人とすれ違うことで手に入れることができます。すれ違い通信を受信したら、まずは鳩場に行って確認します。鳩場から入ってきた品物は輸入用品店の棚に並びますので、すれ違えばすれ違うほどお店は充実していくことになります。次に旅人です。香里が一人前に成長しました。自分の島に住む住人の子供が成長すると旅に出すことができるようになります。では行ってきます。旅人はすれ違い通信によってどこかの島、つまり誰かの任天堂 3DS に流れ着きます。島にやってきた旅人は
空き地にテントを張って一夜を過ごすことになります。そして旅人はさらにすれ違い通信によってまた新たな島へと旅立つので、東京で旅立った旅人が沖縄まで行ってしまうなんてことも起こるかもしれません。また旅に出た子どもからはいつの間に通信を使って手紙が届いたり、まだまだ旅も続けるつもりです。それではお元気で、みんなの顔が見たくなったので帰ってきました。自分の島に帰ってくることもあります。お代わりはありますか。あなたの子どもが人から人へ渡り歩いて日本一周を旅するなんてこともあるかもしれませんね。以上、ミーニュース岩田がお伝えしました。今回はいろいろな楽しみ方ができる友達コレクション新生活の魅力を皆様に少しでも楽しんでもらいながらお伝えしようと思い、番組風にご紹介しました。友達コレクション新生活公式 Twitter でも新しい情報をお届けしていますので、まだ登録されていない方はぜひフォローしてみてください。友達コレクション新生活ダイレクトは以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。おっと、ドラマの続きを忘れていました。2人はどうなるんでしょうか。ご覧ください。僕と結婚してください。喜んで。ついにユカと結ばれたタケシ。二人の目の前には島で出会った数多くの友達の笑顔が咲き乱れていました。そして二人の間に、実は私たちに赤ちゃんが生まれました。マリエと名付けられた娘は二人の愛に包まれすくすくと成長し、大人への階段を上り始めるのでした。立派な大人になるために旅に出て自分を磨こうと思います。では行ってきます。娘の成長と数多くの出会いを願いながら、たけしとゆかは静かに見送るのでした。近すぎるってば。